さあ岡田、今年の6月23日岡浜、そして去年の8月8日横浜、貴様とは30分30分60分まだ決着がついてねえんだよ。おい、ああさあ明日あの続きを始めようよ。おい岡田、貴様、お前がどんな姿になろうと俺には分かってる。そう、人を欺くためにお前は変わったふりをしてる。でもな、俺には分かる。鈴木みのると対戦するビクビクした心をお前からビンビン感じるよ。おい、さあ明日福岡マットに突き刺さってんのはてめえの方だ、岡田和志か。おい、佐々木が一番。いや、まあ鈴木さんのことをおっさんだと長いこと思ってましたけど、気づいたら俺も30でおっさんの仲間入りやね。まあおっさん対おっさん、楽しもうじゃない。鈴木さんも今日もニコ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 いい笑顔見せるでしょ。岡田がね、ちょっと今日に限っては逆に笑顔でいられなかったので、しっかり明日は笑顔で、あなたとはね、もう長い間決着ついてないんだよ。引き分け引き分け、もうそろそろいいでしょう。しっかり決着を、蹴りか蹴りをつけて笑顔で終わります。